ございます。こんにちは。こんばんは。またかい。はい、今日はまきちゃんとまゆちゃんの自分でちゃんと言ってた。ドラマトーク。今日話していくのは、日曜劇場、天国と地獄、最後の2人。そう、もう1話、もう最初怖くてこんなんで見た。怖かったですよね。結構怖いよね。わわわってなりました。そう、あの一星さんの、あの表現力の凄さが、首がカカカカってやったの見ました。すごくなかった？すごかった。あれで怖ーっと思って、綾瀬さんのさ、あのキビキビした、あの風紀員も素敵ですけど、真っ直ぐでね。そうなんですよ、あれがもう2人入れ替わっちゃってね。もう入れ替わった後のまたあの演技がすごかった。ちょっと笑っちゃった。一星さんが男なのに本当に女になってて、綾瀬はるかさんに見えたもんね。はわわみたいな。何その顔。なんでできるの。上手すぎる。いや、そうよ、入れ替わってましたよね。ね、ちょっと入れ替わってみたらね。ちょっとどうしよう、どうしよう、みたいな。取材が多いんですよ。別に選んでるわけじゃないからね。そうそう、あ、肉の取材マキさん行こうみたいな。いや、そうそう、ディレクターさんがちょっとね、気を利かせてくれて、これ好きですかって言いに来てくれるけど、選んでるわけじゃないからね。本当に。私も肉食べたい。食べてるでしょ。食べてるでしょ。いや、肉は美味しく、味覚はどうなるんだろうね。あ、確かに。だから私がまゆちゃんで、もうめちゃくちゃ肉を食べまくってるって、ね、そうだよね。あれ、なんかまゆちゃん食リポうまくなったね。急にって言っちゃってるよ。いや、すごいね。けど入れ替わるっていうのはそういうことなんだもんね。そうですね。今後の展開が気になるね。本当に気になる、捕まっちゃうのかな、ね、綾瀬はるか。だってさ、あの天国と地獄、最後の2人だから、その2人っていうのは、2人ともがもしかしたら最後には最後になってるかも。確かに、まだ綾瀬はるかさんは最後じゃないですもんね。そうそうそう。え狂っちゃうのかな。いやー、見どころ満載ですね。そうですね。だって1回目でもう入れ替わっちゃったからね、今後どうなっていくのか。うわー、ね、男女ですから。そうよ、確かに。どうしよう。もうそんな感じだった。男女だもんね。何ですか、男女はちょっと難しいよね。確かに。どうしよう。誰と入れ替えたいですか。え、誰でもいいんですか。誰でもいいんですか。私、松本潤さん。絶対そう。一日でいいから、あのコンサートでみんなにキャーって言ってもらいたい。わかる。バリバリ仕事しまして。え、誰私、ちょっと似てる。エグザイルのメンディーさん。メンディーさんなんだ。結構好きなんですよ。あんな大きくなって、キラキラで踊って輝きたい。あ、いいね。いや、今後が気になる日曜劇場、はい、天国と地獄、最高な2人、皆さん
ぜひお楽しみください。